奈良国際ゴルフクラブ、奈良国際ゴルフクラブは奈良県奈良市蓬来にあるゴルフ場である。1950年10月、奈良国際文化観光都市建設法が国会を通過し、官民共同でのゴルフ場の建設計画が動き出した。1952年、新たなゴルフ場の建設に向け、コース設計を上田治に依頼した。1955年12月、 建設候補地が決まった奈良市宝来町あやめが池だった。建設に向けて経営母体奈良観光土地株式会社が設立された。建設用地は東大時代物殿や幸福寺50棟が眺められる土地だった。1956年9月、ゴルフ場建設の経営母体奈良ゴルフ場株式会社を設立。 社長に近畿日本鉄道株式会社の佐伯木伊が就任した。同年11月、奈良国際ゴルフクラブを創立、理事長に天理教新柱の中山章然が就任した。1956年12月、コースの造成工事を着工。1957年11月3日、18ホールのゴルフ場が完成、開場された。 奈良国際ゴルフクラブの上田治の設計の特徴は、当時のゴルフ場の設計常識に関わらない試みを行ったことである。ホールのレイアウトは、尾根の地形に沿ってホールを伸ばし、谷に沿って戻りのホールを作るのが常道である。しかし、上田は山を越え、尾根を横断する方法を取ったのである。山を越えるホールは、第一打が打ち上げのブラインド、第二打は打ち下ろしになる。 極めて戦略的で、そのことを、上田は、なだらかな丘の上を登ると、麓には美しい村が広がるロマンチックな作りだと、述べている。また、峠を越えたら、とに行けるとも言っている。上田治設計の代表的な8コースで、上田治クラシック界を結成している、地域を越えて、お互いにゴルフを楽しみ、会員間の親睦交流を図り、クラブ運営の活性化の一助としている。 文字ゴルフクラブ会場、大阪ゴルフクラブ会場、小賀ゴルフクラブ会場、下関ゴルフクラブ会場、奈良国際ゴルフクラブ会場、小野ゴルフクラブ会場、茨城ゴルフクラブ会場、広島間ツリークラブ会場、郵便番号631-0845奈良県奈良市、蓬来五丁目十番1号。ありがとうございます。